はい、どうも MT チャンネルです。というわけで今日はこの問題を見ていきたいと思います。東大1993年でこのような全化式で定められる数列について、 n が偶数であるための必要かつ十分条件、 n が10の倍数であるための必要かつ十分条件を、まあ、もちろん n を用いて表してください。 n を見るだけで判定できるような情報を、与えてくださいという問題です。整数の問題なわけですけれども、偶数というのは n が偶数というのは要は2で割れるということですけれども、これは式で扱えるようにするために合同式を使っていきます。合同式を使うとこういうような簡明な表記が得られます。で、 n が10の倍数というのは2で割れてかつ5で割れるという意味で、2で割って0、5で割って0というふうに言い換えられますので、この方針でいきたいと思います。したがってまず1番からやっていきますが、まずどういうふうな感じかというと、これを見る前に、これをすべてこの全化式で定められる数列をモド2で最初から見てしまいます。モド2で見てしまえば、これらは初項は1、1からスタート、奇数からスタートしていて、モド2の中では an プラス1プラス an になります。前の2つの項を足したものが次の項になっているので、見てみると1、1からスタートして何になるかというと、あ、ごめんなさい、1、2、3、4、5、6ぐらいまで見るとして、1、1でスタートして次は0で、1、0足すと1、0、1足すと1、1、1足すと0というわけで、ここで周期が3周期で得られています。しかも、実際0になるのがここなので、 an が偶数となるための必要かつ十分条件は n が3で割って余り0ということになります。この辺の具体的な厳密な記述というのは、口頭で済ませてしまいますが、周期3になることが分かります。というのは、2で割った余りというのは結局0か1しかないわけで、ここに入るのは0か1、ここに入るか 0か1、それで次の項は完全に決定されてしまって、ここに入るのも0か1なわけですけれども、このセットで必ず同じものが出た、初項2つが同じものが出たら必ず次が同じものが出るわけで、それでひとたび同じものが出たら必ず周期が発生することが分かるので、まあ、周期が発生するのが分かっていて、かつそれが3で発生しているということをきちんと書いてあげれば答えになるだろうと思います。具体的なその受験の本番でという意味でですね、周期が発生することはもはや、ここに出てくるのパターンが有限項しかないので、まあ、それはすでに分かっているわけですけれども、はい、というわけで ② 番いきましょう。もう一度書いておきますが、 an が0、 an が0ということと必要かつ十分条件で、これはもう済んでいるわけですね。なのでこちらを調べたいと思います。したがってモド5で a1 というのは1、 a2 というのは3で、この式をもう一度見直すと、3倍の an たす1プラス3倍の an、 すなわち3倍の an プラス1プラス an というふうになっていて、やはり有限項の項しか考えられません。 5×5×5× 程度しかなくて、 5×5 で次の項が決定されるので、すべてのパターンがたかだか有限項しかなくて、そこで必ず周期が発生することが分かります。ここに入るのが25通りで、つまり25項まで調べてしまえば、2つ並びで考えていくと必ず同じものがどこかにハトノス原理で現れてしまうので、そしてその次の項はこれで決定されてしまうので、周期が必ず25以下のところで発生してしまいます。というようなことをきちんと書いてあげれば問題ないだろうと思いますけれども、まず1、3で足して3倍なので 4×3 で12の2、モド5ですからね。で、足して、何倍しようか0で足して5倍して10
あ、5倍じゃないや。ごめんなさい。何をしてるんでしょう。足して、3倍ですね。12。あ、ここは良かったですね。足して3倍。足して3倍。ここも、いいですね。で、足して3倍。なので1。足して3倍なので3。足して、あ、ここで同じものが出ましたね。こことここですね。なので、周期4ということで得られました。しかも0になるのがここですから、7、8で2、0となるので、したがって、AN が、もう書いてしまいましょうか。AN が10であるということの必要十分条件が、AN が2で0であるということと、5で0であることと必要十分。2の方は括弧1から n が3で0、1000の倍数。で、今この観察から n が4で割って余り0ということが得られました。したがって n が12で割って余り0ということが得られました。はい、さていかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。では次の動画も見てください。さよなら。